とことんやり込む。どうも、なおちんです。本日も妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はですね、アップデートが来まして、ガチャがね、回せるようになりました。俺90回ぐらい回せるかな。どんぐらいだ、まだね、1回も回してないんですよ。1回も回してなくって、88個か。88回回すことができます。どんな感じだ？これガシャ部の部長でしょ？ガシャドクロ。何が出るかわからないワクワク感。いやはや、この小さな球体は、小宇宙そのもの。小宇宙と書いてコスモですね。コスモそのもの。君もそう思いませんか？それだけか。で、さっき見たところ、なんだろう、ピックアップとかも見て、どうもね、俺このメダルと素材は、今のところ必要ないかな。素材はまあ、ダンジョン回ればいいし、メダルもダンジョン回って入手できるので、まあ、レベルいくつのやつが出るかですよね。おそらく出たとしても、自分のレベルより若干低めの440とかそれぐらいのやつなんですよ。じゃなくて、なんだろう、マルチで入手できる500後半ぐらいのメダルが欲しいので、この2つはね、まあ、しないでいいかな。で、よろずと装備だよね。気になるところは。装備が、おしゃれ装備とか、下の方だね。下の3つ。おしゃれ、お出かけ、こだわりか。その3つが出るみたいですけども、そうね、これよりも、今のところは装備品かな。まあ、このよろずの方で、一番下のピックアップが、まあ、こだわり装備のやつが入ってるので、そうね、こっちは武器防具とこだわりが出るかな？いや、待って、こっち装備の方が防具なのかな？どうだろう？ピックアップに防具がないんでわかんないですけどもね。まあまあ、行きましょう。とりあえず、よろずの方は武器も出るみたいなので、こっちで行きます。レジェンダリー確率 4%。まあ、引けば引くほどレジェンダリーの確率が上がってくるみたいですね。あ、そうか。そう考えると、全然ダメか。レジェンダリー装備じゃないと、もう弱くて使えないですもんね。まあ、10年ガチャ行きましょう。はい。まあ、80年生きれるんでね。80年行きましょう。お、金がレジェンダリー？はい。はい。お、あ、なんだ、いろいろ出るじゃん。いろいろ出るんだ。お、なんか出たぞ。なんだあれ。なんか、あ、おしゃれ装備じゃないあれ。おしゃれ装備でしょ。あ、なんだ、食べ物とか、メダルとか、いろいろ出るじゃん。うん。あ、でもメダルのレベルはやっぱ400以下か。そんなもんだろうね。え、なに？あ、なりきり僧侶セット。へえ。こういうの出るんだ。まあまあ、これは嬉しいかな。はい。わかったわかった。まあ、ここでね、全部、80年回してしまいましょう。そうかそうか。装備は装備だけが出ると思いきや、そうじゃないんだね。はい、開けて、ピンクが一番あたりかな。あ、おっと、猫エンドが出た。猫エンドが出てますね。ノーマルの猫エンド。397。ちょっと弱いんで使えないですけども。はい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 。必殺技のメダルもいい感じですね。行きましょう。ラント君の、新変身、ディープシャドウギャラクシー。あれの、お、二つ出た！あれのね、必殺技がね、少ないので、あれ欲しいんだよな。レジェンダリーの、え、なに？馬の仮面が出た。あれなんだ？妖怪ウォッチ4に出てきたやつか。そうでしょ？今回なんか良かった気がする。ジェットブーツスカイ。あ、いいね。これピックアップのやつだ。そこそこ。そこそこっていうか、まあまあ、いいですね。攻撃力362。
いいよ、なかなかいい。で、馬の仮面なんだ。ウェルダンはダメだな。馬面ヘッド、へえ。ジョブ経験値 5% アップ、これは嬉しい。うん、馬面ヘッド、これいいよ。うん、経験値 5% でもね、上がればいいので、この新キャラ2人にかぶせとけば、いい感じでしょう。はい、次何が出る。意外とレジェンダリー出るのかも。いや、そう言ってたら出なかったね。でもいろんなやつ出て、これ面白い。あー、これは思いっきり外れですね。セレナーデも出たけど、402ならば別にいらない。はい、これは外れです。お、レジェンダリー確率が上がった。 6% になりましたね。どうだ。おっと、一回金が出るとリセットされるのかな。さあ次は何でしょう。はいはい、お、犬特選隊のやつが出たな。あーっと、この筆箱か。筆箱は何だったっけ。防御力が100アップだったっけ。あ、一個下のか。一個下だわ。うん。これをもう一個、レベルアップさせると、ディフェンス100アップのやつになりますもんね。まあ、すでに装備してるので、まあ、もう一個ぐらい欲しいかな。はい、行くよ。いや、ガチャ面白いな。うん。おっと、おお、いいぞ。いい感じで、金が出てくれる。はい、猫パンチ。でも、レベルが低いのはいらないよ。お、えらい揺れたね。あ、これピックアップのリボンですね。攻撃力次第で使えます。あ、使える。これはレジェンダリーのもう一個上の方ですね。新しく出た方なんで、いいですね。異常状態になった時、HP10% 回復。これはなかなかいいんじゃない。うん、夢見る少年少女のジョブと合いそうですね。行こう。あと、2回か。まあ、金があと1、2個出てくれればいいですね。お、ハリセンも出たか。お、豆腐も出てる。でも弱いやつだよね。あー、弱いやつは別にいりません。ではラスト10連いきますね。レジェンダリー確率 5%、 1個ぐらい出て、あー最後出なかった。まあ、必殺技メダルぐらい出てくれればいい。おっと、一番左上なんだこれ、見たことない。ユニバースブラスター、へえ、あ、これだ、俺が欲しかったの。やったやった、これはこれで当たりだね。オーロラスマッシャーも出た。マジか。え、これガチャゲン？今までなんだろう、どこで戦ってもこれ出てないですよね。ガチャゲンなのかな。やった、めっちゃくちゃいいの出た。はい、よかったよかった。レジェンダリー 11% か。でもメダルがあと8個なんでね、ちょっと引けないですけども、よかった。何が出るかドキドキするよな。おっと、トークも一つ増えましたね。興味ないっす。ミイラ先輩ってムキになってガシャにはまりそうなイメージ。ギクギギク、はい。あれも入手できたね。はい、ということで今日はガチャ初めて回してみましたけども、いいの出るね。いいの出る。あの、必殺技が出るっていうのはすごく良かったし、おしゃれ装備。うん、昨日ねマルチした時になんか魔法使いのね服着てる子がいたのよね。で、どこで入手するんだろうと思ったんですけども、ガチャだ、ガチャ。俺僧侶が出たから、これ勇者おるね。勇者、戦士、武闘家とかそういうの絶対あるよ。勇者装備欲しいな。はい。まあ、馬面かマスクとか結構いいの出たので、今日は、まあ、満足です。で、メダルを入手する機会も結構増えてきてるので、うん。ダンジョンクリアするともらえたりとかが増えてるので、まあ、また入手しまして、挑戦していきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや！